ちは。今回はリクエストいただきました胸焼き米粉の塩パンレシピになっています。材料は概要欄にも載っていますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。とカリッとちょっと塩気のある美味しい塩パンになっているかなと思いますので、よかったらご覧になってみてください。とまず白神小玉酵母 4.0g を加える分量のお水から取り出して酵母液を作っておきます。30から35度ぐらいのぬるま湯で作るんですけど、お水を取り出したら残っているお水は私は冷蔵庫でこの暑い時期は冷やしています。冬はぬるま湯がおすすめです。米ゲルを作っています。と米粉パンに向く胸焼き米粉に熱湯を注いでいただいたら、すぐ全力で混ぜ合わせてもらって半透明のゲル状になっていけば、米ゲルの簡易な米ゲルなんですけど、こんな感じで伸びのある感じになったら完成になります。でボウルにパンに向く無農薬米粉 180g を入れていただいて、そこに有機コーンスターチ 15g を入れていきます。ちょっとカリッと感もありながらふわっと感も欲しいので、今回はコーンスターチを入れてみました。有機砂糖を入れて自然塩も入れていきます。全部ボウルに入っていったら泡立て器でぐるぐると混ぜ合わせていきます。でそこで先ほど溶いていただいた酵母液とあと残りのお水を入れていきます。冬はぬるま湯で、夏は常温のお水だったり冷水だったりっていう形でちょっと温度調節をしていただけるといいかなと思います。雪無調整豆乳も入っていきます。と暑い時期だったので冷蔵庫に冷やしたものを使っています。と寒い時期はちょっと温めてもいいのかなと思います。全体をゴムベラで混ぜ合わせていきます。こんな感じで側面の米粉もゴムベラなどでこうちょっとこそぎ落としながら全体的に混ざったなっていうところでハンドミキサーの低速で軽く混ぜ合わせます。でなんとなくさっともうすぐで大丈夫なんですけど、混ざったかなっていうところで先ほど作っていただいた米ゲルと圧搾製法の菜種オイルを入れていきます。でハンドミキサーの低速で 4,5 分混ぜるんですけど、私はクイジナートさんのハンドミキサーを使わせていただいていて、それですと速度の2、低速の2で混ぜている感じになっています。混ぜ合わさり終わったら有機サイリウム 7.0g を入れていきます。いつもよりちょこっとサイリウム多めに入れています。どうしても柔らかすぎてしまうと成形がちょっとしにくいパンになっているので、ちょっとしっかりサイリウムを入れてみました。全体をこうゴムベラで混ぜ合わせるようにしていったり、切るように混ぜたり広げたり、こうひとまとまりにすみませんしたりっていう感じのことを繰り返しながら、だんだんとサイリウムが水分を吸ってくれてくると思うので、ぷっくりとする感じになるまでしっかりと混ぜ合わせていきます。ちょっとしっかりした生地なのでゴムベラで混ぜにくかったのでカードを使って混ぜてみました。手だとちょっとくっつくかなっていう感じなのでカードでやっています。指にほとんどついてこないかなっていう感じになったら混ぜ作業は完了になります。とちょっとなんかまとまりがあれだなと思ったらサイリウム 0.5g ぐらい足して様子を見てみてください。成形をしていくんですけど、手に圧搾製法の菜種オイルを薄く塗っています。そうすると生地が張り付かずに成形がしやすいかなと思います。もう一度オイルを手に塗って今成形スタートって感じです。と三角になるような感じでどんどんと伸ばして、ただ生地がこうこね台に張り付かないようにちょっと剥がしながら張り付くような感じがしたら粉だったりオイルだったりっていうところでどっちかに統一していただいた方がいいかなと思うんですけど、張り付かないようにちょっと様子を見ながら生地を伸ばしてこんな感じの形にしていきます。下をちょっと大きめにしてもらって、バターは無塩の四つ葉さんのバターなんですけど 3g 入れてくるくると丸めてもらって、ちょちょんとなんとなく塩パンこんな感じかなと思って、ロールパンみたいな形もいいかなと思うんですけど、私はちょっとこんな感じの三日月っぽい形にしてみました。成形はお好みのやりやすい感じで、初めに丸のところから5つに割ってもらって、そこからこう丸めずに広げていってあげてもいいのかなと思います。やりやすい形でやってみてください。こんな感じで、でちょっと側面を 手とかカードで整えてあげると形が綺麗になるかなと思います。こんな感じで5つ仕上げました。
で全体的に霧吹きをしていただいて、ラップで密封をしてもらって発酵していきます。で発酵は30度から35度 の、 あまり暖かすぎない温度で10分ぐらいから発酵様子を見ていきます。暖かい時は常温発酵でも大丈夫かなと思います。とだいたいふっくらと 1.5 倍ぐらいですかね、そこなんかちょっとふっくらしたかなっていうところで発酵完了になります。表面に浅く製法の菜種オイルを塗っています。発酵完了したらすぐにオーブンで発酵されてた方はオーブンを予熱開始していきます。すみません。お好みの自然塩などをトッピングしてちょっと塩っぽいカリッとした感じを出していきます。220度で予熱していたオーブンで210度18分くらい、オーブンによって変わるので調節してみてください。加熱していきます。こんな感じで焼き上がりました。すみません。本当に焼きたてはカリッとサクッとで、中がちょっとバターがこう効いていて塩気のあるパンになりました。熱が取れたらラップをしていただきます。米粉パンの保存は冷めてからラップでしっかりぐるっとくるんでもらって、冷凍保存がどんな米粉パンもおすすめです。こんな感じで仕上がりました。リクエストいただいて作ってみたんですけど、美味しく召し上がっていただけたらとても嬉しいです。焼きたてのサクサクの感じが結構好みなパンになりました。よかったら作ってみてください。今回もすみません、ご覧くださいましてありがとうございます。おいしい塩パンになりますように。ありがとうございます。